はい、皆さんこんにちは。今日はおすすめアプリの紹介です。クリエイターがですね、絶対に持っておくべき必須アプリ7選ということで紹介していきたいと思います。でクリエイターだけじゃなくって、これから iPad でクリエイティブなことを始めてみたいっていう人もですね、絶対にこの7つだけは押さえておいてほしいっていうのがあるので、それを今日は話したいと思います。で私はこの iPad のに特化した YouTube チャンネルを始めてもう1年半ぐらいになるんですけど、この1年半の間もそれ以前もですね、もうすごいたくさんのアプリを毎日ダウンロードしては削除して、ダウンロードしては削除してっていうのを繰り返してるんですけど、まあその中でもですね、この7つだけは絶対にもう固定でスタメンというか、絶対に外せないものになっているので、今日はこれについて熱く語っていきたいと思います。最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあ一番初め、プロクリエイトです。プロクリエイトは皆さんもおなじみのアプリかと思うんですけど、イラストとかスケッチとか、あとアニメーションとかもね、作れるアプリになります。でこのプロクリエイトに関しては、私これまで YouTube 動画で何本も何本もね、解説動画出してるんですけど、全部で70本ぐらい今あります。で再生リストの方にアーカイブ動画残ってるので、ぜひね、そのアーカイブ動画でプロクリエイトの使い方学んでほしいんですけど、もうそれぐらいゴリ押し激押しで大好きなイラストアプリです。でこのアプリがですね、なんと1200円で買うことができます。1200円の1回買い切りタイプなので、買ってしまえばその後もずっと使うことができます。ゼロがね、もう1個ついても私はゴリ押ししたいぐらいとてもいいアプリなので、まだ持ってない人はですね、ぜひダウンロードしていただきたいなと思います。でこれまでやったチュートリアルちょっと紹介すると、去年にですね、ソフトバンクの名古屋店と、あとはグランフロント大阪店でハロウィンカードと、あとクリスマスカードの作り方セミナーっていうのをやりました。でこれはね、もうプロクリエイトの超初心者向けセミナーなので、まだプロクリエイトのこと何もわからない人はぜひここから始めてほしいなって思います。実際にソフトバンクの店頭に立って、そこで撮影したやつをですね、そのまま YouTube の方にも流してる感じになるので、かなりわかりやすいと思います。ぜひこれ見てください。でこういう簡単なカードデザインだけじゃなくって、プロクリエイトってこういうリアルなイラストとかも描くことができるんです。今まで描いたのはこういうベーコンエッグトーストの描き方を紹介したり、これめっちゃね、初期の頃ですね。あとはプルプルリップ、唇の描き方とか、どうしたらこういうテカッとした表現が出てくるのかっていうのを紹介してます。で上級者になればなるほどですね、プロクリエイトはレイヤーの使い方がものすごく大事になってきます。この唇に関してもレイヤーをたくさん分けて、口の中と歯と唇みたいな感じで分けてるんですけど、そのレイヤーのコツみたいなのをつかむと、あんまり絵がね、上手くない人でもそれなりに見えたりするので、私がレイヤーをどういう風に使ってるのか、この順番どうやってるのかとか、マスクをどこに使ってるのか、描画モードは何にしてるのかっていうところまで研究してもらえると、かなり上級者のレベルまで上がってくると思います。で私がプロクリエイトをですね、好きな理由のもう一つに、結構変化球なイラストとかも作ることができるんですね。例えば前やったのがこういうアニメーションを作ろうっていうのをやったんですけど、レイヤーを分けてこうロケットがバーンって発射したようなものを作れたりもするし、あとはこれネオンサインのやつもやりましたね。これは描画モードをうまく使うとネオンサインができるんですけど、こういうピカッと光った看板みたいなのも作れます。でこの前やったのがチョークアートですね。チョークアートはチョークブラシっていうのがあるので、そのチョークブラシとテキスト機能、プロクリエイトにはテキスト機能があるので、その2つを掛け合わせたちょっと変化球技をお見せしたんですけど、プロクリエイターこうやってちょっとね、頭をひねって考えたら、普通のイラストじゃないものをたくさん生み出すことができます。それがね、私このアプリの好きなとこなんですけど、まあザ・デジタルアートなアプリだと思ってもらっていいです。で私これだけはね、自信を持って言えるのが、日本でプロクリエイトをね、広めたのはアミティ先生だと思ってるので、まあそれぐらいね、今までプロクリエイトでこんなの書きましたアミティ先生みたいな感じで言ってくれる人がものすごくたくさんいたので、これからもね、プロクリエイトユーザーを日本に増やしていきたいなと思ってるので、いろいろね、使い方これからも紹介していきたいと思います。はい、で2つ目がアフィニティデザイナーになります。これ最近ねよく紹介してるアプリなんですけど、アフィニティデザイナーはグラフィックデザインをするアプリになります。
例えばロゴのデザインとか、あとはポスターのデザイン、あとメニュー表とかバナーとかも作れますね。本当に今まで Mac ユーザーとかがイラストレーターとか Photoshop でやってたようなことが iPad で実現できるのがこのアフィニティデザイナーになります。もうグラフィックデザイン系のアプリだと今のところですね、このアフィニティがダントツで抜き出てますね。で、今まで作ったやつちょっとお見せすると、これはバナーデザインですね。iPad Mate っていうオンラインコミュニティの中で、まあ、バナーを掲載して告知したりすることがあるんですけど、そのバナーデザインを iPad でやっています。これアートボードがね分かれていて、こんな感じで移動させることができるんですよ。一個一個がアートボードになって縦に並んでいる状態です。なので同じようなこういうシリーズ化したデザインを複数枚作りたいときは、一個のキャンバスの中にアートボードをたくさん作って、まあ、テキストとかをねコピペとか移動させたりしながら、一個一個このアートボードを書き出し JPEG 書き出しすることができるので、まあ本当にイラストレーターみたいな感じですよね。iPad でイラストレーターをしたいと思ったら、まずアフィニティデザイナーをダウンロードすればいいと思います。で、こういうロゴデザインとか作りたい時も、さっきと同じようにこの一個一個の正方形がアートボードになっているので、個々に書き出しすることができるし、まあ、こうやって一覧の画面でね比較してロゴを作ることができるので、すごく便利だと思います。で、ちなみにイラストレーターのデータをアフィニティデザイナーに送ることもできるんですけど、そのやり方前に解説してます。この動画で紹介してるんですけど、まあ、ちょっとね裏技的なテクニックを使うと、まあ、イラストレーターデータをですね iPad の方に持ってくることができるので、そういうのやってみたい人はぜひこの動画見てみてください。で、あと最近やったのは、こういう文字のくり抜きデザインですね。タイトルとかバナーとか作りたい時に結構使えます。イラストレーターでいうパスファインダーっていう機能がアフィニティデザイナーにも入ってるので、それを使って、こういうのを作ることができます。で、あとは地図デザインですね。チラシとかの端っことかにこういう可愛い地図のね、デザインとか載ってると思うんですけど、それを iPad で作るやり方を紹介してます。マップアプリをスクショして、それを上からトレースするっていう超簡単なやり方なんですけど、結構ね楽しいし勉強になるので、これもぜひ見てみてほしいですね。で、あとはミッキーマウスとかも作ったりしてます。これは動画出してないんですけど、まあ、パスですね、イラストレーターみたいな感じでパスとかベジ曲線をアフィニティデザイナーでは作れるんですけど、それの練習がてらこういうミッキーマウス作ったりしてますね。ひどいですね、もうブサイクすぎる。まあこういうのもね、本物見ながら同じように作るっていうのも結構勉強になると思うので、暇な人はやってみてください。で、上級者の方はぜひパターンデザインっていうのにも挑戦してみてください。アフィニティにシンボル機能っていうのがあるので、それを使うと左のちっちゃいところのデザインをこう変更すると、大きいところのデザインのねもう全部変更してくれるっていう機能があるんですけど、その機能をうまく使うと、こういうパターンと呼ばれる柄物のデザインを作ることができます。で、そうするとね、こういうパッケージデザインのね背景とかの柄を作ることもできます。で、こんな多機能のアフィニティデザイナーなんですけど、価格が2400円ですね。1回の買い切りです、こちらも。1回買ってしまえばその後ずっと使えるので、ちょっとね、最初高いかなっていうのと、あと機能が多すぎて難しいかなって思うかもしれないんですけど、ちょっとね、そこは勉強してもらって、これを使いこなせるようになると、iPad のクリエイティブの世界がね、もう一気に広がるので、ぜひチャレンジしてほしいなって思います。はい、じゃあ次なんですけど、3つ目がライトルームになります。ライトルームね結構使ってる人多いと思うんですけど、画像編集をするアプリです。で、あとはロー現像ですね。こういう一眼レフとかで撮った写真を iPad の方に読み込んで、ローで撮った写真を、現像ですね、 JPEG とか PNG とかに書き出しすることができます。で、ロー現像できるアプリって他にもいろいろあるんですけど、この Adobe が出してるライトルームは、iPad 版と iPhone 版とあとは Mac 版ですね、全部揃ってるので、例えば iPad で編集したやつをちょっと違うところで iPhone でまた別で編集して、で Mac の方に戻っていって最終仕上げするみたいなことができます。もう常にクラウドで同期がかかってるので、途中まで編集して、で違うデバイスに引き継ぐっていうことができるので、もうこれは Adobe Creative Cloud のすごいところだと思います。で、料金についてなんですけど、基本的には無料でダウンロードできて無料で使えるんですけど、
もっと細かい機能を使いたいとか、さっきの同期の機能を使いたいと思ったら、有料版を、サブスクリプションですね、月額制で払う必要があります。Adobe のフォトプランっていうのがあって、それが980円、月額980円で全部の機能が使えるっていうものなので、興味ある人はね、これも検討してみてください。で、私が Lightroom の好きなところなんですけど、Lightroom はですね、カタログって呼ばれるファイル管理の機能がついています。で、私で言うと、今左側に年代別でボックスが並んでると思うんですけど、これで年別にフォルダ分けして、その年のフォルダの中にまた日付ごとにですね、こんな感じでアルバムが入っていて、これ選択するとその日付に撮った写真が一覧で見れるような仕様にしています。で、こうすることによって昔の写真にもうすぐにアクセスすることができるので、私で言うと2015年ぐらいの時にロンドンでね、ブロガーみたいなのをしてた時があるんですけど、その時もうめちゃくちゃたくさん写真を撮ってたので、その時の写真見返したいなと思ったらすぐにね、こうやって引っ張ってこれると、で、すぐに書き出ししてまた違うところに添付したりすることができるので、まあ、こういうね、フォルダー管理の機能も Lightroom しっかりしているので、とてもいいなと思います。で、こういうファイル管理のやり方とか、細かい Lightroom の機能の説明については、iPad Mate っていう有料のセミナーの方で解説しているので、ぜひもっと学びたい人はですね、iPad Mate の方も覗いてもらえると嬉しいです。で、4つ目がコンセプトです。コンセプトは無限キャンバスっていうことで結構人気なんですけど、まあ、無限キャンバスっていうだけあって、このノートにですね、端っこがないんです。なので横に行っても縦に行ってもずっとノートを書き続けることができるっていう、もう夢のようなアプリです。で、今お見せしてるみたいに写真を貼り付けることもできるので、写真貼り付けるときはスライドオーバーで写真アプリを右側に立ち上げて、指でドラッグ&ドロップするとこのコンセプトのキャンバスの中に入ってくるので、こういう感じでね、こうアイデアスケッチブックみたいな感じの使い方をするのがね、すごく私は気に入ってます。で、もちろん文字をね、殴り書きするのもありだと思います。わーっともう思いついたことをたくさん書いてもいいと思いますし、あと使い方としては、以前紹介したこの Apple Watch の書き方で、プロダクトスケッチができるよっていうことを紹介したんですけど、コンセプトの中には定規っていう機能がついてるので、その定規をうまく使うと、こういう Apple Watch みたいなのはですね、綺麗に書くことができます。これは画像の上からトレースしただけなんですけど、そのやり方は解説してるので、よかったらこれも見てみてください。で、あとはパースを書くこともできます。パースっていうのはこういう遠近法を使って建物とかこういう物体オブジェクトを書く手法のことを言うんですけど、まあ、こういう建築デッサンとか建築スケッチをやってみたい人はコンセプト結構おすすめです。で、このパースの書き方については iPad Mate の有料セミナーの方で解説しています。で、次が GoodNotes 5 です。これノートアプリなんですけど、使ってる人たくさんいると思います。私が知ってる中でも多分 GoodNotes 5 が一番使用者が多いと思います。私もよく使ってるんですけど、何に使ってるかっていうと、こういう赤入れですね、PDF を読み込んで、その上から赤でこうペンでね、注釈とか添削入れて、指示出しをするっていうように使ってます。で、こんな感じで上から画像を乗っけたりすることもできるので、本当に便利ですね。なのでディレクターさんとか結構おすすめです。実際にデザインとか映像を作る人じゃなくって、こういう風に作ってって指示を出す側の人ですね。そういうディレクターさんとかはこの GoodNotes 5を極めたらですね、もうめちゃくちゃ仕事効率化すると思うので、ぜひ使い方を覚えてください。再生リストの方にノートアプリの使い方たくさん載っけておくので、よかったらそっち見てみてください。で、まあ、こういう赤入れだけじゃなくって、普通にね、可愛らしいこういうレシピノートを作ってみたりとか、あとはコラージュ機能ですね、画像を切り抜くっていう機能があるので、こういうコラージュみたいなのも作ることができます。で、私の有料のコミュニティではですね、みんなで絵日記を作ろうっていう企画をやってたりするので、それも GoodNotes 5だけで完結できることなので、ぜひ皆さんもね、やってみたいと思ったらぜひチャレンジしてみてください。で、6つ目がですね、ファイルアプリです。ファイルアプリは純正のアプリなので、もともと入ってるアプリですね。で、これはファイルの管理だったりとか、あとはデータの共有をするのにもうマストのアプリです。
で一番左側にこうタブがあって、そこに iCloud ドライブとか Dropbox とか Google ドライブとか、あと OneDrive とかかな、そういうファイル共有のサービスを登録しておくことができるので、Google ドライブのアプリとかを立ち上げなくても、このファイルアプリからそこにアクセスすることができます。でこれがもうめちゃくちゃ便利で、本当に iPad でデータの管理っていうのがやりやすくなったんですけど、まあ、このファイルアプリはですね、同一アプリでのスプリットビューに対応していて、今こんな感じで左側にもファイルアプリ、右側にもファイルアプリを立ち上げることができるんですね。なので例えば左側に Google ドライブを開いておいて、右側に Dropbox を開いておいて、 Google ドライブから Dropbox の方にデータを移行させたりすることがとても簡単にできるようになりました。これがね、前まで結構ね、めんどくさかったんですよね。で同一アプリでファイルアプリとファイルアプリ立ち上げることもできるし、もちろんファイルアプリと写真アプリみたいな感じで立ち上げて、ファイルアプリの方から写真アプリの方にデータをこうやってね持っていったりすることもできますね。でこんな感じでデータの行き来がすごくやりやすくなったので、まあ、クリエイターさんとかね、データの送受信とか、あとどっかに移したりみたいな作業がめちゃくちゃ多いと思うんですけど、このファイルアプリをですね、しっかり使いこなせば、その辺も iPad でスイスイできるようになると思うので、ぜひ使いこなすように頑張ってください。でちなみに左上にですね、サーバーに接続っていうボタンがあるので、これを押すと会社のサーバーとかにアクセスすることができます。なのでそういうのが必要な人は、この左上にね、そういうボタンがあるんだよっていうのを覚えておいてください。で最後になります。最後7つ目がルマフュージョンです。ルマフュージョンは動画編集のアプリなんですけど、結構プロ向けの動画編集アプリです。なんで値段も結構高くて3600円ですね今。なのでちょっと高くて迷う人もいるかと思うんですけど、本当にちゃんとした動画が作れるというか、 YouTube とかの動画も作れるし、結構プロフェッショナルな動画も作れちゃったりするので、それで3600円だったら私は安いなと思うし、絶対買いだと思います。で私は今 YouTube の方は Mac で作っています。プレミアプロっていう Adobe のソフトを使って作ってるんですけど、iPad Mate の有料のコンテンツの方は LumaFusion で作っています。 iPad で作ってます。もうサクッと撮ってサクッと出すみたいな運営にしてるんですけど、まあ、それをすることによってすごいね、効率化できてるかなって思います。まあ、この前はこういうガジェット紹介みたいなビデオを出したりとか、あとは結構前にお蔵入りになったやつなんですけど、 TikTok やってみようと思って TikTok の動画をルマフュージョンで作ってみたりしてましたね。でもこれは全くバズらなくてお蔵入りになっちゃいましたけど、まあこういうこともできると。でルマフュージョンって画面の位置をこうやって移動させたりすることもできるんで、縦長の動画を撮りたいときに左側にね、こうやって縦長の画面のプレビューとかも置いたりすることができるんですよ。なので TikTok の動画作ったりとか、あと Instagram のね、ストーリーの動画作ったりするにも結構有効だと思います。これね、やってる人少ないと思うんですけど、とてもおすすめなので、ぜひやりたい人はやってみてください。でこのルマフュージョンの解説動画も過去に2回出してます。初心者向けに結構丁寧めに説明してるので、ルマフュージョン始めてみたいなっていう人はその動画見てもらえれば嬉しいです。はい、ということで以上7選クリエイターにおすすめのアプリ紹介でした。いかがだったでしょうか。ほとんどね、有料アプリなんで、なんだ有料かよみたいな感じでね、思った人もいるかと思うんですけど、やっぱりね、有料だけあってちゃんとしてるというか、作りたいものを作らせてくれるアプリたちなので、本当におすすめです。無料アプリとかを何回もダウンロードして、あ、これ違うなと思って違う無料アプリをダウンロードしてってやるのもいいんですけど、もうその手間があるぐらいなら、一回もうね、一括でバンって買っちゃって、それをずっと使い続ける方が私はおすすめなので、ぜひね、検討してみてください。で今回紹介した7つのアプリ全部合計してみたんですけど、9880円でした。今紹介した7つのやつ全部買って9880円です。なので1万円をですね、一番最初に投資して、あとはもう iPad でゴリゴリクリエイティブな活動をしまくるということで、自己投資に1万円を使ってみるのもありなんじゃないかなと思います。皆さんね、今ちょっとお家で引きこもってる時間多いと思うんですけど、せっかくなんでこの時間をですね、クリエイティブで学びのある時間に変えてほしいなって思うので、ぜひ私のね、過去動画を見返してもらってですね、勉強してもらえると嬉しいなって思います。
で、私こういうアプリのまとめ動画って普段全く作らないんですけど、もしこの動画が好評だったらまた次回も作ってみたいなと思いますので、もしこのいう動画もっと見たい人はいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。